ヘアカラーの先生の真鍋です。今回は白髪ぼかしハイライトの真実、この内容についてお話ししていきます。まずこの画像見てください。実はお客様の中には白髪ぼかしハイライトをしたけれども後悔している、そう感じるお客様がとても多いことをご存知でしょうか。白髪は気になるから目立たなくしたい、ハイライトをするとどうやらいいらしい、そしてやってみたけれどもなんかメッシュみたいで白髪が増えたみたいに見える、こんな風に派手になるはずじゃなかった、お客様の悲痛な叫びがとても多いんです。なぜそんなことがわかるかというと、そんな悩みの神経のお客様が僕のブログをご覧いただいて毎日のようにご来店されるからです。この動画を見てくださっているあなたはなぜこうなってしまうのかわかりますか？白髪が気になる、でもハイライトが思わぬ派手な印象になってしまって白髪よりそっちの方が気になる、美容さんからするとハイライト入れたらいいんじゃないの、そう思うかと思いますよね。でももしかしたらあなたが提案しているそのハイライトがお客様の悩みの種になっている可能性がすごく高いんです。そう言われたらどうでしょうか。お客様の白髪のストレスを減らすためのハイライト、ただ入れるだけでなくあるポイントと注意すべきコツを理解していないと逆効果なんです。ハイライト入れればいいんだろう、安易にするだけのハイライトではお客様のストレスを逆に増やしてしまう可能性が非常に高い。しかも独学のハイライトはとても事故が起きやすいです。ですが言い換えるとやり方が整理されているハイライトならお客様との信頼関係も深めることができます。このことを知っているか知らないかでは結果がガラッと変わるんです。今回は後悔する方が続出、白髪ぼかしハイライトの真実、これについて解説していきます。これまで実はハイライトのやり方を習ったことがない、なんとなくのやり方でやっている、逆に私ハイライト得意だけど、そう思っている方へも大事な内容になりますので、ぜひ動画を最後までご覧になってみてください。白髪のストレスを減らすハイライトにはとても大事なことがあります。それはお客様が安心して楽しめるカラーデザインであること。例えばどんなに美容師から見ていいと思うデザインでもお客様からしたらそう絶句してしまうこともあるんです。無意識にそんな違和感を感じている方も多い。やり方を極端に何かガラッと変える必要はありませんが、お客様が本当はどこが気になっているのか、それを確認しながら進めることでお客様に合わせたしっくりくる方法が明確になります。でもそれだけではハイライトの違和感を改善することができません。具体的にどうやったらイメージ通りのお客様のハイライトができるか、これについて解説していきます。一つ目のポイントはハイライトが悪目立ちしてしまって白髪よりハイライトが気になる、というのもいい感じになるはずがこれじゃ仕事に行けない、子供のイベントに行けないと感じるお客様がとても多いからなんですね。これはインスタの情報を鵜呑みにしてそのままお客様にしてしまって悲しい事故が非常に多く起きています。なぜこの事故が起きるかというと、まずブリーチしすぎです。そしてグレーっぽい色の仕上がりを意識するがあまりにお客様が困惑してるんです。でもインスタなんかだとこんな仕上がりがいいって言ってるじゃん。でもその流れのせいでお困りの女性のお客様が多いことも知ってるんです。お客様は白髪を目立たなくしたいんですよね。なのでハイライト入れたいわけではないんです。難しいところでありますが本質がずれるととても危険です。ハイライトを入れれば白髪が目立たなくなります。確かにそうかもしれない。でもそうではないタイプの方もいることを忘れないでください。具体的にどれぐらいブリーチしたらいいかというと、こちらの画像のように、初めてハイライトをするお客様は、全体の明るさと3レベル差のハイライト、こんな色のイメージですね。こちらのハイライトを推奨します。理由は自然に上品に見える仕上がりになるからです。お客様は美容師側が思っている以上にコントラストのついているデザインに苦手意識があります。なぜかというとお客様は白髪を目立たせたくないんであって、ハイライトを目立たせたいご要望ではないからなんですね。そもそも目立つような仕上がりになってしまうと、お客様は白髪以上にそこのハイライトに目がいってしまって、気になってしまいますよね。なのでまず安全に仕上がる範囲として3レベル差のハイライトを推奨しています。ハイライトが苦手で施術にどうしても時間がかかる方はですね、ブリーチ単品で使うのではなく、こちらのリストのようにライトナーと混ぜて明るくなるスピードを調整するのがおすすめです。ブリーチ単品よりかもライトナーが混ざっていると薬剤の粘性が増えるので塗布しやすくなるのもポイント。
ハイライトをやり慣れていないお客様が白髪の悩みを軽くするんであれば、まず3レベル差のハイライトからやってみる。大事なポイントなので、ぜひ覚えておいてください。そして2つ目は、悪目立ちしてしまうハイライトのオンカラーの失敗を防ぐポイント。実はハイライトが白髪に見える。そう感じるお客様ってすごく多いんです。でもグレーっぽくした方が白髪と馴染んで目立たないでしょ。そう思う美容師さん多いですよね。確かに見方によってはそうなんですけれども、お客様によっては違うんです。多くの大人の女性はギャルっぽく見えてしまう可能性がある色や、白髪に見えてしまうようなハイライトにはしたくないんです。この画像のような仕上がりになってしまうと、白髪が目立たなくするためにハイライトをしたのに白髪が増えて見える。お客様はそう感じてしまいます。白髪が多いところと馴染むようにブリーチをしてグレーっぽくオンカラーをする。インスタではこのようによく見かけるやり方にはなるのですが、これによってお客様の悩みが増えていることも事実。お客様とのそんなズレが起きないように、先ほどお話したハイライトをブリーチで明るくしすぎないことにプラスして、オンカラーのレシピにも注意してください。アッシュっぽくグレーっぽく色が強く入ってしまう薬剤を使うと、非常に今回の事故起きやすいです。さらにアッシュを使いすぎてしまうと、ハイライトが緑になってしまう失敗ありますよね。緑にならないようにするには、バイオレットを 10% レシピに足すことをお勧めします。でもじゃあどんなオンカラーのレシピならいいの？そう思う方は、くすみすぎないベージュやグレージュなどの9から10レベルの薬剤に 10% バイオレットを足したレシピを推奨します。僕のおすすめはナプラさんのナシードのモノグレージュの10、あとフィオーレさんのクオルシアのベージュの9です。もしオンカラーでグレーっぽくなりすぎてしまって、お客様から直してほしい、そう希望された時には、こちらの直すレシピ覚えておいてください。ファッションカラーのナチュラル系の9にカッパーの8レベルを 10% 入れたレシピ。それで治るの？と思うかもですが、ブリーチされすぎたところはメラニン色素がなくなっていますよね。それを疑似的に補って色をちょうどよくマイルドにしてあげるイメージなので、これはぜひお守り代わりに覚えておいてください。ホームケアで対処する場合は、ブラウンの色が入るシャンプーがおすすめ。これを使うと白髪に見えるグレーが中和できます。ちなみに先ほどお話ししたような3レベル差のハイライトであれば、このような失敗とは無縁です。でもそれじゃハイライトが目立たないんじゃないの？そう思う方もいると思うんですけども、ここで大事なのは、お客様の白髪の気になる度合いを低くすること。なのでハイライトを目立たせることではないんです。もちろん目立たせたい方もいると思いますが、それはカウンセリングでしっかり確認するべきですよね。ハイライトが白髪に見えないオンカラーについてお話ししました。3つ目は、ハイライトがメッシュのようになってしまって悪目立ちして気になってしまうケース。こうなってしまうのは、ハイライトの基本のやり方を知らないか、バレイヤージュ風にハイライトをしてしまっているか、このどちらかが原因です。ハイライトは基本的にこのようにですね、幅3ミリ、深さ3ミリの逆三角形のチップを取り、7ミリの間隔を空けて次のチップを取ります。ですが、多くの美容師さん、こう思ってませんか？太くしないと毛先までハイライトが見えないから太く入れた方がいいんじゃない？また、バレイヤージュのようにこんな風に分け目をまたいでですね、ハイライトを入れてしまうケースもあります。確かにこうしたらハイライト、毛先まで見えます。でも、とんでもなく派手になってしまいますよね。ここでよく考えてみてください。ハイライトをしっかり見えるようにしなきゃ。そう思っているのって、ね、美容師さんでしょうか、それともお客様でしょうか。これ美容師側が一方的に思ってませんか。これが多くの失敗を引き起こしている勘違いなんです。なので、初めてハイライトをする、もしくはハイライトをやり慣れていないお客様の場合、そんなに太く入れなくて大丈夫です。お客様は品よくいい感じに仕上がるものと思っています。それなのに、美容師が悪気なく勝手に頑張ってしまって、太く入れて毛先まで見えるようにしなきゃ、そうなってしまうと、お客様と共有したはずの仕上がりのゴールが全くずれてしまいます。つまり、お客様の想像したハイライトと全く違うものが出来上がってしまうんです。なので、よほど派手にしたいというご要望のお客様以外は、こちらの画像のような自然に見えるハイライトで OK です。ハイライトは自然に見えることを意識してお客様に提案しましょう。ただ、ハイライトを一からやり方を習ったことがないっていう方も多いですよね。なので、以前の動画でハイライトの取り方や手の動き、基本的なことを詳しく解説していますので、こちらの動画をご覧になってない方はぜひご覧になってみてください。
ください。4つ目はですね、番外編としてハイライトよりより良い方法をご紹介します。白髪が少ないちらほら白髪の方にはハイライトの方が有効ですが、白髪の量が多い方にはハイライトをするよりもこんな風に全体をトーンアップする方が白髪が目立ちません。白髪が 30% 以上のお客様には僕こちらのやり方の方を推奨しています。でもハイライトを入れた方がいいって聞くんだけど、それはハイライトはあくまで一つのやり方であって、全ての悩みを解決するためのテクニックではないんですね。例えばダイエットをするといっても糖質制限で結果が出やすい方もいるし、運動しながらの方がタイプに合っている方もいるので多種多様ですよね。どれが自分に合っているのかっていうのは、これはかなり個人差があります。なのでハイライトだけが正解ではないということです。黒い白髪染めの人を明るくするのってできないでしょ。その場合は全体を脱線して一度明るくすることをお勧めしています。こちらについても以前の動画でかなり詳しく解説していますので、ぜひご覧いただいて、お客様の白髪のストレスを軽くする提案の参考にしてください。全体を明るくするやり方の方が大人の肌をこう明るく見せる効果があって、喜ばれることが非常に多いんですね。ブリーチしすぎて黄色くなってしまう、そういう仕上がりさえ避けておけば思わぬ派手になることもありません。ただこの方法に関してはもちろんお客様の相性がありますので、カウンセリングでしっかり確認してお客様と一緒にベストを探していくことをお勧めします。ここで必ず注意すべきことがあります。それはどんな提案もお客様は体験がないことはイメージができないということ。例えば食べたことない外国の料理の味って全く想像できないじゃないですか。それと同じで、美容師側がこれがベストだと思ってした提案でもお客様的にはこれじゃ困る、そんなこともあるんですよね。なのでカラーをした後、仕上がった時にお客様とどうかっていう確認を徹底してやってみてください。ここで前提として覚えておいてほしいのは、お客様は美容師を目の前にしてこれは NG ですとはっきりは絶対言いにくいということです。はっきり言えないお客様のサインとして、これってだんだん明るくなってきちゃいますか、なんかだいぶ明るくなりましたね、そんな風におっしゃるんじゃないかなと思います。もしそう言われてしまったら残念ですが、これ NG な証拠です。誠意ある対応でその場で直すか、後日お時間をいただいてやり直すことをお勧めします。間違っても美容師側からですね、いい感じになりましたねとか、だんだん馴染みますから、そんな風に言うのは NG だって。美容師からいい感じになりましたねって言われたら、もうお客様からしたらこれ困るって言いにくいですよね。だんだん馴染むって言われても、それってカラーする前に確認があるべきですよね。その1回の雑な対応で今まで積み上げてきた信頼関係、簡単に壊れます。つまり失脚するということです。なので今回の動画でお話した内容が役に立てたら嬉しいです。そのような悲しい事故を防ぐために、このチャンネルでは今日の動画のようにですね、ヘアカラーのポイントをたくさん解説しています。ヘアカラーの技術の向上の参考になると思いますので、ぜひチャンネル内から他の動画もご覧になってみてください。それでは最後にとても大事なお話をします。ここまで後悔する人続出、白髪ぼかしハイライトの真実、これについてお話ししてきました。まずできることから始めてほしいのですが、もしかしたら、じゃあ私どうやったらいいの?そう困惑してしまう方もいらっしゃったかもしれません。美容師さんの働いている環境によっては、ヘアカラーのことを一から教えてもらったことがない方もいるし、教えてもらえない環境もあると思います。そんな方が多いことも知っています。これは美容室が先輩ができることしか後輩には教えることができない、そんな現状と環境が影響しています。ハイライトのやり方はもちろんですし、ブリーチとライトナーを混ぜて明るさを調整することを初めて聞いた方もいらっしゃるはずです。僕自身全国でカラーのセミナーをさせていただいて、オンラインでヘアカラーの教育をサポートしていると、環境によって知識や技術の格差、これは確かに難しいよな、そう実感しています。多くの美容師さんがお一人サロンだったり、結婚や出産でブランクがあってヘアカラーにすごく不安を感じている、そんなご相談を毎日 LINE で受けています。なのでヘアカラーが苦手だったりとか、ハイライトの失敗で困っている、自分もヘアカラーが不安でそうだよな、そう感じた方は、あなただけがその気持ちになっているわけじゃないですよっていうことをぜひ覚えておいてください。でもハイライトのやり方を教わったことがないんだよな、そう感じる方も多いと思うので、だからこそ今 LINE でですね、繊細さんのためのヘアカラーの教科書、こちらをプレゼントで配布しております。この動画の概要欄から LINE の友達登録をしていただき、アンケートを自動でお送りしていますので、お答えいただくとすぐにプレゼントしています。そして今なら、失敗しないトーンダウン、明るいグレーカラーのコツ、簡単に透明感が出るカラーレシピ、
この3つの特典動画を今だけ無料で受け取れるようにご用意しております。ここにサロンワークで役立つヘアカラーのメソッドを集約していますので、ヘアカラーの苦手を克服したい方、現状を大きく変えたいと考えている方は必ず受け取ることをお勧めします。それでは今日の動画をまとめます。後悔する人が続出、白髪ぼかしハイライトの真実。1つ目、悪目立ちハイライトは NG。 2つ目、白髪に見えないオンカラーをしましょう。3つ目、メッシュにならないコツを覚えよう。4つ目、白髪が多い方なら全体を明るくしよう。ぜひできることから変えてやってみてください。このチャンネルではヘアカラーの失敗をゼロにするために、美容師さんヘアカラーの情報提供はもちろんですし、お客様へもヘアカラーのことをシンプルに解説しております。今日の動画が参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。